神格化とは、天体や自然、何らかの実在、個人、集団といった具体的な対象を神、もしくは神の意気にあるものとして、扱ったりみなしたりすること。英語では、デイビナゼーション、ディーファケーション、アポシオーシス。日本語では、いずれの単語も、神格化と訳されるが、キリスト教神学において、アポシオーシスは否定されることにも見られるように、語儀に若干の差がある。 英文において、キリストが人間性を深刻化したというような記述においては、アポシオーシスは使われない。またテオシスは別概念である。アポテオシスは芸術における一つのジャンルを指す用語でもあり、個人や集団や場所やモチーフやメロディを特に雄大、または商用した形で扱うことを指す。君主崇拝も参照ヘレニズム期以前の君主崇拝として古代、 エジプトやメソポタミアが例として挙げられる。エジプト新王国以降、すべての亡くなったファラオはオシリスとして神格化された。紀元前9世紀の幾何学様式時代以降、ギリシアの創世神話と結びついた太古の英雄をヘロオンで祀る儀礼が生まれた。ギリシア世界で最初に自身を神とした支配者は、マケドニア王国のピリッポス2世である。 マケドニアは反目することも多かったがアケメネス朝、ペルシアと経済的にも軍事的にも結びつきが強く、アケメネス朝でも王は神格化されていた。6番目の妻との結婚に際して、ピリッポス2世の神格化された像が、オリュンポースの神々の像が並ぶ中に設置された。この愛外での例が監修化して、後のマケドニア王に受け継がれて、ヘレニズム世界で崇拝されるようになり、 その伝統がユリウスカイサルやローマ皇帝たちに受け継がれていった。ヘルミズム国家の支配者は、生前から神格化される場合や死後に神格化される場合があった。神格化に似たものとして、例えばホメーロスなど大昔の著名な芸術家を崇拝するという慣習もあった。アーカイック期と古典期のギリシアでの英雄信仰は、紀元前6世紀頃に主として、 一般市民に広まった。紀元前5世紀には一部の例外的家系を除いて、自分の祖先が誰であるかに関係なく英雄信仰が行われるようになった。例外とは、エレウシスの悲技を司った英雄モルピデスや、神託書を接種した神職の家系などである。ギリシアの英雄信仰では、英雄がオリュンポースの一員になったとか、神になったとはされていないため、 後のローマ帝国での皇帝崇拝とは異なる。したがって英雄の持つ力は限られている。そのため英雄信仰は本質的に明快的であり、その儀礼はゼウスやアポローンの信仰儀礼よりもヘカテイやペルセポネーのそれに近い。例外としてヘイラクレースとアスクレーピオスが存在する。彼らは神としても英雄としても信仰されたため。 夜間に明快的儀礼を行い、翌日の日中に生贄を捧げるといったことが行われていた。古代ローマでの神格化は、亡くなった異性者を後継者が申請だとし、元老院とローマの人民の同意のもとに行われるプロセスだった。単に前任者に敬意を示すだけでなく、現在の異性者が人気のあった前任者を神格化することで、 自身もその人気にあやかるという意味があった。上流階級は常に皇帝崇拝に参加したわけではなく、皇帝にふさわしくなかった人物の深刻化,化を陰で、嘲笑することもあった。ローマ帝国での皇帝崇拝が最高潮に達した頃、皇帝の愛する人も深刻化,化された。深刻化,化された人物は、死後に大ベスをつけて呼ばれた。 信仰の場として、神殿や柱が建設されることもあった。人文主義的な道徳を説いた、孔子の教えは、その後継者たちによって、儒教としてまとまり、漢の武帝の時代には、功労思想に代わって、国境の地位を占めた。孔子の教えが最高の価値が認められるとともに、孔子自身が崇拝の対象となった。無関の王とされ、イタリ先生士などの追合を送られた孔子は、 混沌とした世界に秩序と平和をもたらす存在と考えられ、その原稿は典型をもたらすメッセージとなった。孔子病に三景心理性を捧げることは、身長が倒れる1912年まで中国社会のあらゆる階層における公的な義務だった。秋代の女子史的小説、方針演技には、深刻化された伝説的人物が多数登場する。同郷で神格化された人物は、 関羽、利鉄回、勘回など多数存在する。宋代の武将学費は秋代に深刻化され、関羽と並んで信仰されている。毛沢東は生前より強烈な個人崇拝の対象だったが、その死後も影響力を持ち深刻化の域に達している。毛沢東グッズは、魔除けや交通安全のお守りとして効力があると信じられている。神格化に関連する、英語における、 アポシオーシス、テオシス、ディーファケーションは、キリスト教ではそれぞれ別概念として扱われる。それぞれの語彙に、どのような日本語訳を当てるかについては、時代、文献によって様々なやり方がある。アポシオーシスは神格化と訳されるほか、古い文献には、進化と訳されているものもある。しかしながら、近年は、進化は、テオシスの訳語に用いられることが多い。アポシオーシスは、 皇帝等を神々とする異教的慣修とされ、キリスト教においては否定される概念である。他方、テオシスは、正教会の進学や、正法教会の神秘主義において、重要な概念である。詳細は、神聖を、参照正教会の進学において、旧聖主、イエス・キリストが、責任したことにより、神が人を創造した際に意図した、完璧な人間像を進化したと説明されることが、 あるが、こうした説明に際して用いられる語彙は、アポシオーシス、テオシスのいずれでもなく、ディーファケーションである。ナポレオン戦争において戦死したフランス兵士の、神格化、アングルイジロデイコールトリオソンが、神格化されたジョージ・ワシントン、コメーロス・ライザン・ドミニク・アングルが近代の芸術家は、この概念を、個人への敬意を表すため、芸術的コメントとして、悲劇的効果を生み出すためなど、 様々な動機で活用してきた。近代の異性者の多くは、神学的な、神格化のつもりはなくとも、アポテオシス的な肖像を利用してきた。例えば、ルーベンスがバンケティングハウスの天井画として描いた、ジェームズ1世の肖像、同じく、ルーベンスのアンリ4世の肖像、アンドレア・ピアーニの描いた、ナポレオンのアポテオシスなどがある。アポテオシスという用語は、 亡くなったリーダーを超人的に描くことを比喩的に表し、その人物の生涯に付きまとっていたすべての過ちや批判を帳消しにする効果がある。例えば、アメリカでのエイブラハムリンカーニやイスラエルでの逸白、ラビンなどが例として挙げられる。ジョゼフ・キャンベルの1の顔を持つ英雄では、モノミスから生まれた万能の英雄は深格化の段階を経なければならないと説く。キャンベルによれば、 神格化とは敵を打ち破った英雄が経験する意識の拡張である。アーサー・シー・クラークの小説、幼年期の終わりでは、オーバーロードが人類の子供たちに起きつつある現象をアポシオーシスと称した。ダン・ブラウンの小説、ロスト・シンボルでは、アポシオーシスが物語の重要な鍵となっており、合衆国議会議事堂のジョージ・ワシントンの神格化も登場する。 音楽におけるアポテオーシスとは、主題を雄大かつ商用した形で演奏する部分を言う。視覚芸術のアポテオーシスと通じる面もあり、特に歴史上の人物や劇的な人物をテーマとした作品に顕著である。エクトル・ベルリオーズの早々と勝利の大公共曲の第三部はアポテオーズと名付けられており、1840年にフランスの戦没者記念碑の前で初演された。 カレルフサは、軍拡と地球環境悪化を憂い、1970年に、この地球を神と崇めるを作曲した。アラム・ハチャ・トゥリアンのバレエ作品、スパルタクスには、サンライズ・アンド・アポシオシスと題した曲がある。リヒャルト・アーグナーは、ベートーベンの公共曲第7番の、各学章におけるリズム動機の活用を指して、舞踏の進化と評した。ありがとうございます。